はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今年も残すところをあとわずかとなっておるのですが、まあ、コロナの1年と散々だったわけなんですけれどもね、まあ皆さんもお気づきの通り、このコロナの影響はまだしばらくは続きそうなんですよね。で、まあサムネの通りなのですが、僕も楽しみにしていたイベント、ワンダーフェスティバルもどうやら中止になりそうですよと、そういうお話ですね。まあまだね、中止が決定ということではないのですが、まあでもね、できないでしょう。開催が来年の2月7日ということで、もうほぼ1ヶ月後なんですよね。で、あと1ヶ月余りで、このコロナの状況が激変、まあ、良くなるとは思えないし、まあ、現状か、あるいはもっとね、悪い状況になっているかもしれないので、このまま開催するっていうのも、現状ね、ちょっと考えづらいんですよね。まあ、コミケなんかはもう、あれはね、早々に中止を決めていたということを考えると、ちょっとワンフェスは、目測を誤ったのかなと、そういうふうにも見えちゃいますけどね。で、仮に強行して開催したとしても、やはりこれね、世間の目は厳しいと思うので、これかなりのね、バッシングが来ると思うんですよ。で、そうなると、もうフィギュア界全体が悪者になりそうな気もしますのでね。だからここはね、早めに中止を決めた方がいいのではないかなとは、まあ、個人的には思いますけどね。で、まあ、さすがの僕も、まあ、仮にね、ワンフェス、来年、2月7日に開催されたとしても、ちょっとね、さすがの僕でも行くのは怖いぞと、現状ね、都内の病院もパンク状態ですし、さすがにこれね、死を覚悟してまで、フィギュアを撮影しに行く気にはなれないのでね、で、多分ね、他の方もそうだと思うので、ちょっとね、もうこれ現状開催は無理だよな、とは思います。で、来年、は一年どうなるのかと、まあオリンピックもずれ込んで、まあただでさえね、イベントが今年同様開催しづらい状況なんですけれども、で考えてね、やっぱりね、フィギュアのイベントはね、厳しいのかなと、まあ現状次第ではあるんですけれども、今年とあまり変わらない一年となりそうな気はしますよね。まあだから大規模イベントは諦めて、小規模なイベント、そういうのをね、もっとね、こまめに増やした方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。で、来年またそういった辛い1年が続いたとして、じゃあ、再来年、あと2年後、3年後はどうなるんだと考えた時に、またね、元の生活が戻ればいいんですけど、そうならない時のことも考えて行動した方がいいんじゃないかと。だからそういったことも含めて、小規模、中規模イベントの可能性を今からね、真剣に考えた方がいいんじゃないかなとは思ってます。まあ、あとこれはね、個人的な予想ですが、今後はね、再販商品が増えていきそうな気がします。まあ、この件については以前にも少し話したんですけれども、工場のある中国に今ね、渡航しづらい状況が続いているので、まあ、行き来がしづらいんですよね。行ったとしても時間がかかると、非常に時間がかかると。だから、品質チェックがしづらいので、そういった品質チェックの少ない再販商品が増えてくるんじゃないかなと。まあ、実際ね、再販商品増えているんですよね。だから今後はそういう状況がね、続くのかなと。で、そうなると、ちょっとね、まあ僕個人的には特にそうなんですが、新鮮味がね、ちょっと欠けてくるので、だからまあフィギュア業界がそういった形でしぼんでいかなければいいなとは思ってます。まあでもね、もうそれもね、現状仕方ないんですけれどもね。はい、ということでね、まあちょっと寂しいお話になってしまいますけれども、今回はね、大型イベントの可能性、そしてワンフェスはおそらくやらないでしょうというお話でございました。ではでは、またねー。